い、皆さんのところ桜どうですか？フナピーが住んでいる千葉県船橋市はもう桜餅って葉桜となっております。はい、フナピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？フナピーも元気でしょって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もフナピー島パートに行ってまいりました。はい、今回は心弾むお出かけ気分でおなじみの春色の店舗のみの初夏の新商品購入してまいりました。それがこちらですね、シャーリングペプラムでございます。商品情報はこちらでね、サイズ展開は MLLL、 フナピーは L でございます。カラーバリエーションはこちらのホワイトにグレーと黒のチェック柄と他にベージュがございました。お値段は税込み1089円ね。ポリエステル 96%、 ポリウレタン 6% の素材で、細かいシャーリングのストレッチ性がある生地となっております。透け感はあまり気にならないようでございますよ。ちょっとこの前ね、ここだけの話なんですけどね、ジェルネイルをお家でやってオフした時にね、爪をね痛めてしまったんですよ。だから今メンテナンス中です。ネックラインはフルネックに袖の切り替えがないドルマンスリーブで、袖口はゴールドのボタンで留められたフェイクロールアップがアクセントで、前身頃には脇の切り替えと後ろ身頃のウエストの切り替えで、 A ラインシルエットのペプラムデザインのトップスでございます。前後差ある丈も嬉しいところでございますわね。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら晴れ色のシャーリングペプラムでオーディネートしてみたいと思います。ボトムスは星玲奈さんのロングデニムスカートにブラックの華奢なサンダルと、差し色に持っているバッグはムムさんのスマホショルダーバッグでコーデしてみました。デニムスカートで気負わない、ちょっとそこまでのカジュアルコーデにしてみました。はい、今回フナピーが購入したこちら晴れ色のシャーリングペプラムプローバーでございますわね。164センチのフナピーは L サイズを着用しております。はい、このように程よきゆとり、いや、なんならね、フナピーが2人入っちゃうんじゃないですか。え、入らない？もうちょっと無理かもね。はい、といったこんな感じでね、ゆとりがございます。はい、さらっとした肌触りで凹凸感のあるシャーリングで、肌に当たる面積が少ないので涼しく着用できます。もちろんストレッチ性もあるから脱ぎ着も楽ちん。これから暑くなる季節には1枚あると嬉しいプローバーでございます。チェック柄も黒とグレーの細かいチェック柄なので、可愛くなりすぎないのもいいと思いました。ドルマン袖で肩はむちゃくちゃ動かしやすございますが、はい、お袖でございますね。ちょっとしたね、この金のボタンがいいアクセントになるんですが、やっぱりね、ちょっと短めでございます。なのでフナピーのね、立派な二の腕がちょっと見え隠れしてしまいました。
こんなね、黒いアームカバーとかね、つけちゃえば大丈夫なんでしょうかね。ちょっとつけちゃいましょうかね。アームカバーつければなんとかギリ大丈夫？はいはいはい、気分を切り替えて A ラインのペプラムデザインですが、それほど広がりもなく、前身頃は斜めの切り替えですっきり見えて、後ろはウエストで切り替えされていて、程よいボリュームで気になるラインをカバーしてくれます。ヒップがね、ちょうど隠れるか隠れないかぐらいの丈になっておりますわね。まあでもね、涼しさとおしゃれを両立した夏に嬉しい大人リラックスプローバーでございます。では次いってみましょう。ボトムスは HK ワークスロンドンのテーパードパンツにウエッジサンダルと斜め掛けにしているのはフラップショルダーバッグでコーデしてみました。ホワイトのテーパードパンツに細かろうと思われる足首を見せて、ウエッジサンダルでスタイルアップした初夏のお散歩コーデにしてみました。では次いってみましょう。手首にはユミさんのバングルをつけて、太陽さんのラメシアーシャツを真ん中のボタンだけつけて着用し、ボトムスはミンミンさんのスリット入りナロースカートに黒のパンプスと、持ってるバッグは星玲奈さんのツーウェイバッグでコーデしてみました。お出かけ銀ブラコーデでございます。え、銀ブラってわからないですか？わかる方はフナピーと同じ年代よ。はい、今回は晴れ色のシャーリングペプラムプローバーでコーデいたしました。ちょっとそこまでのカジュアルコーデ、初夏のお散歩コーデ、お出かけきれいめコーデ。さて、フナピーのお気に入りのコーデは？はい、こちらでございます。はい、これでフナピーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。行くわよ、じゃんけんよ。今日は左でやっちゃうわよ。はい、じゃんけんぽい。ルナピーは賞金を出しました。ピーヨコちゃん、ピーヨコちゃんじゃって、こんなの流行んなかった？あ、ピッピッピーヨコちゃんってね。はい。皆さん、こちら、千葉県船橋で、あらら、やだわ。ちょっと緊張しちゃったわ。もう一回ね。